するしない？それでは今回の麻雀の匠ご覧ください。3局2本馬開始です。皆さん手配を開けてください。全局は恐ろしい8000ホールが決まりました。なんか漫画みたいな、はい、白鳥さんのお話なんですけどね、はい、ドラはペイです。今回初統一ですけど仕掛けます？3統一の手。いや、今回はドラが重ならない限りは仕掛けないですね、うん、結構あのこの得点状況になったら、はい、もう仕掛けて親番続けてやっぱ加点しに行くっていうのも手だと思うんですけど、どこまでもね。そうですね。ただなんていうかそこまで無理する手じゃないというか、安く上がっても意味ないと思ってるんで、高い手になった時は一気に攻め込みますけど、なるべく高い手目指していきたいなっていうのと、はい、あとはもうこの手配から自敗を切って相手に泣かれたとしても、うん、もうこの僅差の展開だと相手が2着狙ってくれるので3人が、はい、泣かれても全然いいかなっていうのがあるので、役割から来ます。だからってことだ、はい、なるほど。 あ、うん、あ、来た。ちょうど泣かれました、うん、これは僕にとっては嬉しいですね。これだけ点差があると、はい、イメージなんですけど、はい、その大丈夫な点差になるのってどれぐらいなんですかね。今何入ってましたね。大丈夫な点差ですか、はい、いや体感で白鳥さんは、いや赤ありだと安全圏はないんですけど、うん、本当全然なくて3万点とかもひっくり返っちゃうなと思うんですけど、はい、6000オール、まあ、2万4000点以上離れてると結構あれかなって、楽かなと思います、うん、イメージは2万4000差、はい、あとやっぱここが今ダブナン泣いたんですけど、マンガンとか上がっちゃうと、うん、トップとか狙いに来られちゃうじゃないですか。ありますしね、はい、だけどこれ2000点とか3球でもし終わった場合は最後親で脳天で伏せてくれるかもしれないんで、ああなるほど、はい、他のリーチが入ったり仕掛けが入った時に、だからそのアシストするにしてもその2000点とか3球になるような、はい、牌をアシストしたいなとは思いますけど、はい、アシストはじゃあ少し視野に入れてんの。そうですね、ただ自分のやっぱり加点もあるんで2杯切っていきますけど、はい、うんうん、ペイが重なったら統一点のね高いパターンもありますもんね。そうですね、稼げるなら稼ぎたいですけどね、はい、そのやっぱ自分的には曲の終始で一番いいことをするべきだと思いますね。ほぼトップからの陥落はないので変に抑えたりはしないんですね。しないですね、この曲は。補充してもいいぐらいですもんね、点差的には。そうですね、現状4万1000点差なんで。でもそれを言ったらあれですよ、トイメンとカミちゃんなんて特にね、安ければ安いほどいつでも打ってあげたいですもんね。そうですね、うわ、両面チーが入った。もう先ほどとは違って、本当もう泣かれても OK みたいな爽やかに答え OKOK よかった、明るくなってよかったです。白鳥さん、はい、急走手出しなんで、はい、パーソーにポンが入ってなかったんで、うん、やっぱ急走周り持ってるって考えるとチーソー統一なのかなとか。でも僕はチーソー持っちゃってるんですよ。あ、ってことは頭であれば別に問題はないですね。なのかなって思ったりもするんですけど、はい、これどうします。孤立早は3走、それかもしくはパーピンよりも急走の方が安全だったから急走を持ってたっていうのもありますよね。ああ、安全度の高い牌で孤立でも持ってるパターンはあるか、うん、ありますね。なるほど、はい、なんでその場合はもうターツがすでに完成してるわけじゃないですか。だから相手がもう天牌か泣きやすい牌を打ってあげるといいかなと思うので、うん、何がいいですか。まあこの中だとじゃあまっすぐローピンだったりチーピンだったり、あとはソーズ3層とかでもいいかなと思うんで、じゃあまっすぐとりあえず3層からいきます、うん、自分の都合も含めて、はい、チーピンはつもぎりでした。ペイが来た時だけ少しやる気を見せるかといった手形ですが、もうすでにね下茶が2風呂ですからね、はい、自ら天牌の形になりそうになってきました。ペイを切る気はあるんですか。いや、ペイを切るとやっぱりマンガンとかになっちゃう可能性があるんで、うん、はい、ないですね。初がアンコになった場合はペイ切ってリーチでもいいかなと思いますけど、うん、もう何がね仕掛けてるっていうのが大きいですよね。ダブなんですよね、そこに赤とか入ってるだけでも3900になっちゃうんで、うん、はい、じゃあ天牌もし
シャンポンだったり関連品なっても取らず、取らない。初アンコった場合は加点しに関連品のリーチもいいかなと思うんですよ。そうなんですね。打てないじゃないですか。僕に打ちづらいんですよ。あ、2着目のそれ利用してリーチありだなって、はい、じゃあリーチの手順になるのであれば、その泣いていきました。初がアンコのパターンのみ、はい、最後手出しは3品でした。関羽層を仕掛けましたね。そうですね、やっぱりあの急層の周りはあの持ってなかったんじゃないかなって思います。あの持ってないことの方が多いかなって。チーソーがやっぱり僕2枚持っちゃってるんで、もともとパターンであるとしたらね、チーソー統一かないかっておっしゃってましたもんね。そうですね、今もうこの相手4枚になりましたけど、まだ初来たらリーチですか。なんかペイで満貫打っちゃうのがすごいバカらしくて、短期でも満貫ですもんね。そうですね、まあほとんどその関羽層を注意して打3品じゃないですか、うん、でシャンポンに受けてるケースがあるとしたら、あの3品の周りでシャンポンに受けてるって113って持ってるか355って持ってるかなんですけど、もう E ピンが自分の目から3枚見えててシャンポン系がなくて、うん、あとウーピンも今打たれたんで、はい、ウーピン系のシャンポン待ちもないんで、基本的に3品が今手出しされてシャンポンペイがシャンポンで当たるっていうケースはないかなと思ってます、うん。あるとしたらジャントだったり。そうですね、うん、はい、それでも1万…あ、8000点ですもんね。そうですね、なんかそれだとすごい嫌ですよね。損した気持ちになりますね、うん、だからペイ打ってもいいんですけどね、当たらない前提で、うんうんうん、早く早く上がりたいはずなんですよ、うん、で僕からの攻撃も受けたくないんでペイ短期ないと思うんですよ、うん、だからペイ打っても当たらないと思って、うん、ああ、じゃあ切れるってことですね。え、切っちゃいます。打っていいですか。いいですよ、もう読みも含めて。ロンって言ったらごめんなさい。ロンって言われたらもうロンって言われたらお届けしましょう。おー、読み通り。このペイを切れるってまたかっこよさですよね。しっかり読みが鋭いからこそできる親指が立ったねえ、すごいですね、的確ですね。でも実際他からのポンもなかったですしね。まあ、でもやっぱそれは打ち手の信頼度とかにもよりますよ。あー、打ってる相手、はい、そうですよね、ゼロじゃないですもんね。そうですね、今度はどうしましょう。まあ、今まあなんかちょっとペイを打ってみましたけど、うん、これパーソー切りなんですね。そうですね、パーソーが2枚切れで急走も3枚切れなんで、はい、まあなんか縦引きないですもんね、うん、お、ここで遠い面からのリーチやってきましたよ。もう一人なんか貪欲な人は、はい、今両ピンか未着替えとか関連ピンチして初バックで、うんうん、っていう人もいると思うんですけど、白鳥さんはなかったですね。 その初、そうですね、はい、それよりもやっぱりあの1枚の初にかけるよりは、うん、あのリーチ打てる方が戦うなら決め手になるよう な, ようなとか、うん、まあこれがありますからね。そう、あ、持ってきますね。これどっちでリーチするんですか。いや、ちょっといいですか。追いかけます。どっちですか。シャンポンで行かせていただきます。これはシャンポンになるんですね、はい、はあ、なるほど。やっぱまあ打点もありますし、そこまでその6球層が強いかなとも思えないんで、はい、リーチで。さあ白鳥翔、ここで追いかけリーチ。あー、すぐに上がりを決めました。あ、ごめんなさい、すいません。リーチ一発初7700、8300。これは白鳥さんの勢いが止まらないのか。8600、8300ですね、はい、7700は8300。シャンポンすぐにバッチリハマりましたね。そうですね、ナイスナイス選択。まあ、さあ皆さん手配を開けていただきましょう、まあね、白鳥さん、本当ですね、実装ね、白鳥さん勝ちましたよ。なんかちょっと鬱憤か何か溜まってらっしゃるんですかね。いや、溜まってないんですよ、ね、すごい。うん、なるほど。怒涛の勢いで上がりを決めています。はい、さあ今回これだけ周りも攻めてきましたが、なんとそれをかいくぐって3番手で先に上がり、ね、上がりきることができました。はい、お見事でございます。なんか急走った時のね、ドッポさんが配信も面白いかなと思って
まあ、チーソーがジャントなんだけどカンウッソがあって3ピンはカンウッソが弱いんでフォローのために残してた3ピンみたいな、全然関係ないっていうパターンですね。要はすごいですね、うん、さあご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。